こんにちは。現在台風5号は岩手県付近にあり、この黄色い強風域が北海道の太平洋側にもかかっています。この後の予想です。今夜までには台風は日本海へと抜け、その後熱帯低気圧に変わりながら明日は檜山沖へと進んでいく予想です。動きが遅いため影響が長引きそうです。今日は道南で高波に警戒、そして明日あさっては道南と道央で大雨となりそうなんです。では雨と風の予想です。今日正午から動かしていきます。湿った空気が流れ込む胆振と渡島地方で雨が長引きそうです。明日午後になると活発な雨雲がかかる予想です。明日朝までで多いところ80ミリ、あさってにかけてさらに150ミリの大雨となりそうです。では今の函館です。こちらは木々も大きく揺れていて風も強く吹いています。現在函館市、鹿部町、森町に波浪警報が発表されています。夕方まで警戒をしてください。午後の天気です。道南と胆振地方は雨が降ったり止んだりと変わりやすい天気となるでしょう。夜になると雨と風が強まりそうです。予想最高気温です。旭川は35度、札幌、岩見沢、留萌は33度の予想です。では週間予報です。明日と明後日は道南、道央でも大雨となる恐れがあります。また明日は旭川で34度と暑さが続きます。太平洋側です。あさって水曜日までは道南と胆振地方で大雨に十分ご注意ください。今のうちに避難経路や防災グッズ確認してください。